ショーン・メリマンは、ワシントン DC 出身の元アメリカンフットボール選手。2005年から2012年まで NFL のサンディエゴ・チャージャーズ、バッファロー・ビルズでプレーした。現役時代のポジションは、アウトサイドラインバッカー。高校時代には443タックルをマークし、高校記録を残した。高校3年時には、AP 通信が選ぶメリーランド州の最優秀、守備選手に選ばれた。 またタイトエンドとしてもプレーした。高校卒業後、メリーランド大学に、進学、2年時の2003年には、アトランティックコーストカンファレンスのシーズン2位となる8.5サックを、記録、3年時の2004年には、チームトップの8.5サック、相手のランプレーをロスさせるタックルを17回行い、アトランティックコーストカンファレンスのファーストチームに、スポーティングニュースの選ぶセカンドチームに選ばれた。 大学3年間で38試合に出場し、189、タックル、22作、4ファンブルフォース、3ファンブルリカバーの記録を残した。2005年の NFL ドラフトにアーリーエントリーし、1巡目、全体12位でサンディエゴ・チャージャーズに指名されて入団した。この指名権は、前年のドラフトでチャージャーズが全体1位で指名したイライ・マニングと、 ニューヨークジャイアンツが全体4位で指名したフィリップ・リバースなどとのトレードでチャージャーズに与えられたものである。詳細は EN ・マニング・リバーストレードを参照長期のホールドアウトの末、同年8月1日彼はチャージャーズと5年1150万ドルの契約を結んだ。2005年シーズン開幕前のトレーニングキャンプを10日間不参加だった彼は 第7週まで控え選手となったが、続く先発した4試合で6サックを相手 QB に浴びせた。大学時代と同じ3から4ディフェンスを採用している。チャージャーズでアウトサイドラインバッカーとして起用された。彼はプロボールにも選出された。第15週に行われたインディアナポリスコルツ戦で彼はベートンマニングに2サック及びフォースゴールとなったプレーでロスタックルを行い、チームは シーズン全勝中だったコルツに土をつけた。2006年1月4日、彼は、シアトルシーホークスのローファタトゥプ、シンシナティベンガルズのオデル、サーマン、ダラスカウボーイズのデマーカスウェアを破り、最優秀新人守備選手に選ばれた。2月12日に、ハワイのホノルルで行われた、プロボールでも3タックル、1ファンブルフォースの記録を残した。2006年10月、彼は、 ステロイド剤を服用したことにより4試合出場停止の処分を受けた。出場停止明けの2試合で彼は3サック、1インターセプトを記録。このシーズン12試合の出場ながら17サック、4ファンブルフォースを挙げた。この年の最優秀守備選手を選ぶ投票で彼はジェイソン・テイラー、チャンプ・ベイリーに次いで3位となった。この年メリーマンは17サックを挙げた際、 毎回パフォーマンスダンスを見せたが、プレーオフで対戦したニューイングランドペートリオッツの選手は、試合に勝利した後、このパフォーマンスダンスを行った。この行為に対して、メリマンのチームメイトのラダニアントムリンソンは怒りをあらわにした。ステロイド剤に対して陽性反応が出た、彼がこのシーズンもプロボールに選出されたことには、物議を醸し、その後、シーズン中に、 薬物の陽性反応があった選手は、プロボールに選出されたり、各賞の受賞対象としないことが決定された。2007年彼は、キュービーサックをした後のパフォーマンスダンスをしないことを宣言したが、第4週にカンザスシティチーフスのデーモン・ヒワードをサックした際にダンスパフォーマンスを行った。そして一生3フとイトで遅れたチームメイトやファンに、 活気を取り戻すためにパフォーマンスを続けると宣言した。シーズン終了までに12.5サック、68タックルを挙げた。チームは AFC チャンピオンシップゲームでペイトリオッツに敗れたが彼は AP 通信が選ぶオールプロのセカンドチームに選ばれた。また3年連続プロボールへの出場を果たした。2008年のトレーニングキャンプで彼は膝の故障のため数週間休んだ。 怪我は数週間で回復すると見られていたが人体を損傷していた。彼は9月に1試合出場したところで手術を決意、故障者リスト入りして残りシーズンを棒に振った。2009年は14試合で4サックに終わった。チャージャーズが長期契約を結ぶ意思を示さないことから他チームへのトレードを要求した。2010年、制限付きフリーエージェントとなったが、 長期契約を結ぶ意思のないチームに不満を持ち、ホールドアウトを続けた。8月13日に、チームと契約を結びキャンプに参加した。オークランドレーダース戦で負傷した。彼は、開幕から5週間限定的な出場にとどまり10月13日に、故障者リスト入りした。11月2日に、チャージャーズからアウェーバーさればファロービルズ入りを果たした。2011年1月1日。 ビルズと2年1050万ドルの契約延長を果たした。5月から6月にかけては、ロンドンからイスタンブールまでのロードラリーに、エンダムカンスー、レジー・ブッシュラと参加した。10月、アキレス腱を痛めて、第6週のニューヨークジャイアンツ戦を欠場した。この年5試合の出場に終わった。2012年8月20日、ビルズから放出された。その後、同年10月に、 マーク・アンダーソンが故障したことにより、ビルズとワークアウトを実施、復帰している。2013年3月5日、現役引退を表明した。2015年、日本の立ち技系格闘技イベント、岩流道トーナメント参加へ向けて交渉が進められたが、最終的に交渉決裂し、参加は実現しなかった。彼は、高校時代に一試合で4人の相手選手をノックアウトしたことがある。 ニックネームは、ライツアウト。現在、スクリップスランチに住んでいる。2007年10月10日に発売された、EA スポーツの NFL ツアーというビデオゲームのカバー選手として登場している。2009年9月6日に、交際相手の女優、ティラテキーラの首を絞めるなどしたとして、暴行容疑で逮捕されたが、彼女に危害を加えていないと容疑を否定した。その後この事件を担当している。 司法検事が告訴の取り下げ、捜査終了を宣言した。詳細は、ティラテキーラ死生活を参照。ありがとうございます。